旋回ジャンシャス。意気込んで出てきたはいいものの、腕輪の情報全然集まらないわね。そうジレンガダッキー、ひとまずこの地で情報を集めようぞ。あら、あそこにいるのはヘイ、大地よ、カリオ、こんなところで会えるなんてね。締めてあげる。よし、遊んでもらいましょう。紹介さん、久しぶり。ねえ、私と遊んでくれない？見るからに怪しいなやつだが、ちょうど一歩も動くな。この世界について知っていることを教える。何なんだお前は。これ以上付き合っていられるか。あらら、紹介さん行っちゃった。ま、またどこかで会えるでしょ。気持ちいい暴れっぷりじゃないの。あんたがいれば無敵だぜ。油断したな。まあよい、この地の状況はわずかなりとつかめた。あー、カーテンさんも行っちゃった。つまんない。腕輪を追い、そこは本当面白いぜ。神の力を示す。一歩も動かない。フーマさんじゃない。あの人一体何しにここへ。また超気流ケルダン一瞬。あやつめ、何を企んでいる。神が生み出した世界か。なんとも面容に。だが、オロチ様の復活にはあつらえ向きかもしれん。ああもう、結局腕輪の情報なんてないじゃない。やってらんないって。あれ、なんだこの屈強な生き物は。超支流剣道なんていいんだ。あれは源氏の小僧ダッキー、狼楽星。暴落っていいわ。まあ、ここは恩を売っておきましょう。義経さん義理がたいし、後で役に立ってくれるかも。いや、このまま敵を圧倒せい。やだ、義経さん怪我してるじゃない。一旦引いた方がいいわ。お話はその後でね。すまない、この恩義が必ずや報いる。恩思わぬ広いものよ。これでオロチ様復活の道も誤ろうというもの。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやろう。古文は増えたけど、情報は増えないままね。あら、あれは政宗さんご一行じゃない。遊び相手があんなにたくさん。楽しくなってきたわ。攻めんぜ攻めんぜ攻めんぜ。いい切りっぷりだ。僕も切りたい。剣豪さんたちが暴れてるわね。私も混ぜてモーラを。引くしかねえのか。残念だ、今日はここまでかな。あらら、剣豪さんたちいなくなっちゃったの。まあいっか、いても怖いだけだし。気持ちいい暴れっぷりじゃないの。あんたがいれば無敵だぜ。任務だ、防衛体制に入る。
子竜剣山。へえ、政宗さんたちなかなかやるじゃない。いいわ、こっちもほうき出してあげちゃう。にしてもほんと変な世界だよな。ま、俺は俺で好きにやらせてもらうぜ。神の力を引くぞ。こんなところでは死ねぬわ。ああ、結局情報は手に入らなかったわね。でもまあ、手駒も増えたし、よしとしましょう。行行行行、この地はこれでしまいだ。次の地に向かおうぞ。うまくいっているみたい。